どうもジェス。本日もモンスターハンターワールド、それのね、ベータテスト版やっていきたいと思います。前回までは、ボルボロス倒して、で、ドスジャグラス倒しました。で、一応ここまでが、ベータテストでできるね、クエストらしいんで、最後のはこの、古代獣の森の暴れん坊、これをね、やっていきたいと思います。多分新モンスターなんだろうけどね。ちょっとね、レベル4で一番ね、難しいからね、めっちゃ緊張する。じゃあ行きましょう。このクエスト受注しますか。はい。装備ね、また変えよっか。あんまりね、コロコロ変えてもあれなんだけど。これで行きましょう。結構いろいろ混ぜました。ハンターヘッド、ジャナフアーマー、ジャナフ、フェザー、インゴット。ちょっとなんか、僻地にいる、僻地っていうか、なんかどっかの蛮族というか、まあそういうイメージ。これで行きましょう。出発。太刀で大丈夫かな？やっぱ敵によってもさ、武器の相性ってあるからね。ハンマーがあんまり効かないようなやつとかね。できれば肉質は柔らかいやつがいいんですけど。怖いね。カチカチだったらどうしよう。さあ行きましょう。調査団の手を焼いていた大型モンスターがついに姿を現しました。大型モンスターなの？怖い怖い怖い。正体不明かつ危険な相手で、傷を負ったハンターが次々と帰還しています。相当やんちゃだね。怖いね。確認してみましょう。行きましょう。受付場も結構あれだね、武装してるから戦えるんじゃないですか。マップを開きましょう。私たちの現在位置がこちら、はい、左下ね。帰還者によると、でこのモンスターは縄張りを主張し、あちこちに粘液を吹きつけていたとのこと。汚ねえな。こちらの場所を目指し、粘液の痕跡を見つけましょう。粘液って。では目的のモンスターを探し出し、制限時間以内に狩猟してください。了解しました。ちょっとタチの動きある程度。鋭い攻撃が得意な近接武器です。粘液が溜まれば陣切りを繰り出せます。その辺は同じかな。あれ結構同じじゃない？これ。あれもうまんまじゃん、これ。ちょっとまんまって言うと言い方悪いかもしんないけど。あ、けど俺はね、この方が使いやすいよ。この、今までね、いろんなハードで、モンハンやってきて、やっぱりね、けど武器のアクションって基本変わってなかったけどね。ワールドでさ、いろんな武器のアクション変わってさ、やりづらくなってたけど。まあ最初だからしょうがないんだけどね。このタッチはあれだね、基本の動きは同じだね。ちょっとこれ使いやすいからいけるかもしれない。支給品、応急薬、携帯食料、空き瓶。空き瓶いらなかったな。まあいいや。怖いな。これ携帯食料最初に飲むってお約束あるけど、これいる？こんがり肉食べよう。え、うまそうこれ。すんげえうまそう、このこんがり肉。これスタミナ増えたんかな。行こう。怖い。あいそう、そろそろ。また粘液？どんだけテリトリー広いの？そして摂取。シルベムシがターゲットに導いてくれます。もう少しでモンスターと遭遇できるはずです。導くっていうか、いざなうというか。これ摂取する必要あんのかね。あ、な、ポイント溜まってるか、一応いるか。もう近いんじゃないこれ。めっちゃ光ってんもんね。あ、こう、コウモリ。ロックオンカメラを使えば、何いるの？モンスターを見失わずに済みますよ。寝てる？これこれこれ？ターゲットです。さ、討伐を目指しましょう。何これ、イビルジョーかな。え、何これ、切っていいの？え、怖っ。ちょっと待って、心の準備ができてない。待って、ちょっとゆっくり行っていいですか。ゆっくり。こんにちは。かわいいね。恐竜じゃないですか。あ、これなんかで見たな。まあ、一回オタルコ。あ、PV かなんか出てきたね、こいつ。さほど驚かなかった。けど、こいつ相当でかいんじゃねえの。まあ、いいや。小樽、小樽。
睡眠は、ね、睡眠時のダメージは何倍か上がるっていうモンハンルールあるから。決まったー。すかさず切る。うわー、やばい。反撃されないように気をつけよう。なるべく横、ビビル城と同じ動きだと信じたい。あ、いきなりそっち行く。あ、まあ狭いからな。広い方がいいわ。ちょ、どっち行く、どこ行くの、どこ行くのお前。うわーわーわー、なに、待って、しびれガスがいる。しびれ、こいつ、待って、これいけるんじゃない、これいけ、ガスいけ、しびれろ。待って、俺がしびれてる。俺もしびれて、ちょっと待って、俺もしびれて。待って待って、俺の声も喉もしびれてたわ。待って、俺もしびれちゃ意味ないよ。頑張れ。よし、オッケー。俺の方が早かった。あ、微妙に食らってる。何その足攻撃、地味に嫌。うわ、マセ。待ってって言うとマセって言っちゃった。ジャンプ攻撃、待って、これ乗らないと勝てないよ、これ。いけ、待って、当たってない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 。脅威脅威だわこれ、当たってないわ。いけ、あだ、置いてててててた。これこっち行こう、こっち行こう、こっちだろ。攻撃攻撃、これいつこれダウンするの、これいつダウンするの。鬼人4連切り、おお、上からかっこいい。来た来た来た、あ、ダウンしたダウンしたダウンした。この首を、何こいつ、なんか出てない、これ上に。骨みたいの、あれ最初あったなかったよね。最初可愛い顔だと思ったのに、いや、ブサイクなりやがってお前。うわ、危ね。イビルジョーと違ってブレスとかないのかな。だったらそんな脅威じゃないかな。怖いな、何、ただの突進とかしかしてこないな。突進噛みつき、危ね危ね。大鬼神切り決めたいけど、なになに、今なんか炎っぽい出さなかったな。うわっ、うわ痛い。うわわわわわ、とりあえず切る。威力低くね、サチ大丈夫これ。12とかしかいってないぞ。なに、なんかいる後ろに、アプトロス。どうした。なんでここにアプトロス1匹あげるの、応援してくれたの。よかったよかった、とりあえず逃げてくれた。何やってんのあれ。掘ってんの、なんか取れんのこれ。あ、取れる取れる。どこまで行くの、ここね。ちょっと待って、スイングさせて、待って、え、なにあいつブレスも打つの。うわ、うっちー。その情報聞いてない、その情報聞いてない、その情報聞いてない、その情報はちょっと聞いてないです。やばいやばいって、これやばいって、あいつあいつやばい、頭おかしい。すかさず反撃、あいつブレス撃つ。あー、ブレス系モンスターはやばいって。武器の切れ味、あー、黄色になってる。うっそ、え、さっきの服も燃やしてくれたな、許さん。え、もう10分、え、待って、あと10分しかないの。え、勝てるこれ。あ、待って、切れ味悪いままだ。いろいろ準備が。ちょっと待って、タンマタンマ、俺から仕掛けてきて悪いけど、タンマ待って、道具ある、もう道具も使う、フルで。あ、ブドウも使ってない、よく今知らなかった。待って、ブドウ使おう、これだ。待って、解除しちゃった、あれ解除しちゃったの、今つけてたの。どんだけグダグダだよ。いや、もうここも、もう倒す、なんとか倒す、もうあとは倒すしかない。あのブレスだけ痛い、ブレスだけ気をつければ。何やってんのあいつ、やばいな、いきなりボロボロスからレベル上がったな。あぶね、尻尾か、これ、ここから当たんない。オッケー、大吉切り、決まった決まった。赤まで持っていきたいけど難しいんだよな、なかなか赤は難しい、届かない。すげえ壊れんだこれ、やべえ。
めっちゃ壊れ方リアルだった。どこがいいんだこれ、足がどこが一番切れ味っていうかダメージが高いのかわからん。まずいな、大きい役。アプトロスちょくちょくいるな、ちょくちょくカメラに映ってくるね。銃とかハンマーとか使った時もっと色があった気がする。まあ、手数はこっちの方が多いからこんなもんなんかね。危ない、みじん切りいこう。うっさー、尻尾ちゃんとあれだね、昔と違ってなんていうの、振りかぶるね、ちゃんと。だから動作が逆に分かりやすくなってる。いきなり昔はね、尻尾回転してきたからかわしづらかったりしてたんだけどね。まあ尻尾だけは、ほら尻尾は当たんない、ちゃんと判定が狭まってるというか。うそ普通に食らったわ。どうなの HP 今こいつ。あと10分しかないんだけど、もう道具フル活用しないとダメだな。飛躍、しびれ罠、麻痺投げ、麻痺投げは使わないとダメかもね。あ、いたいたいた。麻痺、え、待って待って待って、ターゲット以外のモンスターです無理な狩りは禁止ですよ。ジャグラスさん、あれ縄張り争いしなかったか、意外にこいつ優しいやつか。ドスジャグラスと縄張りしてほしい。しないの、あれしてる、これしてる、これして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 るな、してるしてるしてる。これチャンス、これチャンス、これチャンス、これチャンス。この間に巻き込まれないように、巻き込まれないようにみじん切り。よし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 、黄色、もうちょっと。何これ、なんか極遠石って書いてなかった、これ。こんなとこに、あ、レアキャラのレアアイテムの極遠石ある。朱火石、スリンガー松明弾。モンスター広してる、よしよしよし。待って、ここで巻き投げだわ。そうかそうか、投げるんじゃなかった。待って待って、違う、松明弾になってる。しびれろしびれろって。来た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 、大鬼神切りぞ、大鬼神切り、大鬼神切りを決める俺は。赤来た赤来た赤来た、いいぞ。あ、早くね結構早くね。なんか音がトゥルーって。何、もう残り5分ぐらい、やばいよ、時間がないよ本当に。足元しびれいけるか。え、何こいつアイル、いや、アイル乗ってるんだけど、モンスターに。何これ、ええ何これえ、俺も乗りたい。うわー食らった、うわめっちゃ食らった。待って、ここはしびれだな、しびれ。足元いけるかな、しか設置が早いはず。しびれで、しびれだしびれだしびれだ、行くぞ。ここで一気に攻める、残り5分しかない。早くね、しびれに甘えさせてくれない。うわー、しかも切れ味も最悪だし。待って、毒だけ打とう。ここは5分、残り時間が少ないからこそ。いやー待って、死ぬ死ぬ死ぬ。見てください、だいぶ弱ってきたようです。あ、弱った弱った弱った。おそらく巣に帰って休むつもりです。やった、ちょっと待って、やばい、また死ぬかと思った。飛躍飛躍、ちょ、まあ、すごいテンパってる。飛躍どこ、飛躍飛躍ない、待って、オーケーかも、オーケー。今は回復を優先してくださいね。分かってます分かってます。あれ見失っちゃった、めっちゃ噛む。見失っちゃったけど、いる、あ、いるな。あいつ寝るかな、あげ、寝ても爆弾ないから意味ないか。待って、砥石砥石で、毒投げもまだあるんで、
あ、もうこの辺の粉塵も使っちゃおう。鬼人の粉塵、効果の粉塵も使おう。行こう、もう攻めよう。あー待って、もう鳴き声やめよう。あ、待って、不動が使うようになった。待って、不動使おう。ここで不動来た。不動今つけてるよ。これで多少のダメージも揺るがない。あとはゴリ押し、もうあとはゴリ押しです。お、尻尾切れた。待って、ここで尻尾切れるのは逆にタイミング悪い。あー死んでくれ。あ、弱ってるマジで時間ないぞこれ。待って、まあ何してんの。毒投げ、毒投げ、毒効いてる。あ、毒なってる。888って食らってる。こう毒が目に見えて数値分かるといいね。狭、ここ。めっちゃ狭いけど大丈夫。ここよく入れますね。どこまで行くのあいつ。ちょっと待って、時間ないんだから逃げないでくれ本当に。時間ないぜマジで。どこまで行くのこいつ。そこで止まって、寝かさん寝かさんぞ。逃がさん。ここで倒す。あ、めっちゃハゲてる。上もめっちゃボロボロじゃんこいつ、最初と比べて。あ、なにここ落としたのみたいな感じ。お、いける。待って、ここでどうにかしよう。もうほんと時間ない。あと何分、2分、3分。お、またかかった。どうにかここで仕留めたい。うわ、クソ、空振った。なに、あ、食われてる。ここに来て時間を稼ぐような技使ってきやがって。お、逃げられた。オッケー。お、来たー。うわー、なにこの化け物。クエストクリア、おめでとうございます。被服の勘弁だわ。特に可燃石だって。スリンガー爆発弾。おお、いやけどこれすげえ、これ強えな。こんなモンスター、これより強いモンスターがうじゃうじゃいるんだろう。いやほんとワールド楽しみだな。クリア。めっちゃなんかファーの部分光ってますけど大丈夫ですかこのおじさん。なんとか勝てましたけど、あれだね、ボルボロスの時もそうだけど全体的に時間が足りないね。あ、残り1分半だったね。あぶねー。どうなんだろう、他のクエスト今後製品版出てもこれぐらい時間かかんのかね。っていうことは、なんて言うんだろう、これからのモンハンは効率を求められるのかね。本当に数値が出るのも、数値化されてるのも、いかに効率よくダメージ与えられるかみたいな。そうしないと、まあ自分は死ななくて生き延びても時間が足りませんよと。そうなるのかね。準備万全。狩りで時間ってよくわかんないけど、けどこれでとりあえず上級クエストクリア、おめでとうパック。はい、ありがとうございます。やったー。なんとかね、まあ倒せました。まあこの表紙のこいつ、名前はちょっと忘れちゃったんですけど、まあこいつはもっと強いんだろうね。いや、戦うの楽しみ。あと1ヶ月ちょっとだね。はい、っていうことで、モンスターハンターワールドベータ版で、まあ一応基本的に戦える3体かな。一応ね、他にも、出てくるモンスターっているらしい。俺がなんだっけな、ボルボロスと戦った時にも、いたディアブロスとかね。ああいうやつもいるらしい。もっと上のやつもいるらしいんだけど、まあ一応基本的な3体はね、ドスジャグラス、ボルボロス、アンジャラフだったっけな。この3体はなんとか討伐ね、できました。っていうことで、クリアかな。まあこのゲームとして、ベータ版としてはクリアかな。ただまあね、もう一個だけね、倒したい敵がいます。それは何か。リオレウス。リオレウスが、出てくるらしいんですよね。ちょっとまだ詳しいの調べてないんですけど、ちょっとね、リオレウス、会えるんだったら、ちょっと倒せるかね、やってみたいと思います。
相当強いらしいですね。まあね、空の王者って言われるぐらいだからね。しかもこのモンスターハンターワールドになってから多分もっと動きもね激しくなってね、全然隙のない本当の王者のリオレースが見れるのかな。まあ出会えたらね、なんとか出会えたら倒せる、まあいいか、倒せればいいかなとは思うんだけどね。まあもしその機会あったらどうにかね倒したいと思います。今日はここまでにしたいと思います。また次も見てくださいね。バイバイ。